プレゼント出します、プレゼント出します、プレゼント出します。はい、お疲れ様です。お疲れっす。のりくん何してんのそれ。いや、新しい防具ちょっと買ったから。マジで？それの掃除を。掃除してんの、うん、え、ちなみに何のメーカーの。え、畠山の。畠山、畠山めっちゃかっこいいんだけど。買ったばっか。買ったばっか。マジか。え、ちょっと見せて見せて、この防具見せて、防具。あ、いいよ。こっち、こっち。そうそっち、はい、めっちゃかっこいいやん。ピンピカリン。すげえ。へえ。これ軟式用ですもんね。軟式用です。へえ。このお腹の部分のこの黒いやつところあるじゃない、お腹の部分の、うん、なんか空間が見えるんだけど、うん、これって、あの、これ手入る感じ。これ手入る、全然入る。ああ、ほんとだほんとだ。へえ。なんかあれか、畠山ならではの。そう、なんか畠山の特許、特許なのか、なんか特殊なやつで。あ、そうなんだ。そう、クッションになるからボールが止まりやすいみたいな。あ、そうなの。そう、なるほど。で、そのデガースの方は。デガースはこんな感じ。おー、なんかレガースのやつなんか一つ多い気がする。そう、多い。長いんだけど、うん、つけると別にそんな気にはならないし、ここが紐でこう中に入ったりするような感じ、動くから。あ、そうなんだ。そう、そんなに気にもならないでプレーはできる。で、これで実際この間ね、試合で使ったんだもんね。使って、はい。ちなみにこれおいくらぐらいしたんですか。結構高いんじゃないですかね。5万円ちょっとぐらい。5万円ちょっと。え、面と、そう、この3点、3点で、3点ですね。これで約5万。すごいな。いいものは軽いから動きやすいし。あ、軽いんだこれ。軽い、全然前使ってたやつと比べると軽いし、動きも動きやすい。あと、まあ、プロテクターの方は、うん、結構クッションもこの辺とか結構クッションになってるから、うんうん、そう、すごい止めてもワンバン来ても痛くない。痛くない、痛くないし、自分の近くに落ちる、弾かない。あ、落ちるからその後の処理がしやすい。近場に落ちるからだいぶ助かってる。だいぶ助かる。ああ、なるほど。どうすか。ちょっと汚いっすね。だいぶ汚いよ。ちょっとあんま近づかないでくださいよ。で、まあ、これなんですけど、モンターさんからいただいたんですよ。どうしよう。使ってないでしょ、だって。使ってないです。シュアプレイあるじゃん。前ね、大井くんが動画で使ってたぐらいですね。シュアプレイ基本的にあんだし。あげちゃおう。あげちゃう。あげちゃう、あげちゃう。いっちゃえ。あげちゃう。いっちゃえ。欲しい人いる？はいはいはい。欲しい人、いやいや、君は、君はある、君はある、君は。持ってるじゃない。はい、いいやつ持ってんじゃん、いいグローブ。やばいよね。で、これしかも、もう使えるんですよ、余裕で。全然。柔らかいんで。ああ、いい。もう、モンタナさんで片付け済みなんで。いい。全然使えます。じゃあ、ありがとうございます。いや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 、やばいです、やばいです。じゃあもうこれプレゼント出します。イエーイ。はい、条件ですけど、モンタナスポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平 TV のチャンネル登録を、すると、その3つの条件でいきましょう。ぜひともよろしくお願いします。それでは以上となります。じゃあこれもやめなさい。はい、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、というわけでこちら、GG 佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッテだそうで、こちらを、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントをよろしくお願いします。それでは、チャンネル登録、Twitter の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。